皆さん、こんにちは。8月に入りましたね。そうですね、とうとう8月に入ってしまいました。で、あの例年より7日間遅い関東地方、梅雨明けとね、なりましたね。はい、早速あの、我が家では梅干しを干しました。はい、土曜干しを ね、やっとこう念願の、今年7キロつけちゃいましたんでね、結構量が多くて、はい、大変だったんですけど、これからね、楽しみですね。楽しみですね。はい、でちょっとね、あの年々よりこう遅い梅雨明けだったんですが、実はあのフィンランドの方では、はい、あのすごい夏らしい気候だそうですね。結構なんか暑いみたい みたいで、はい、ね、なんかブルーベリーも取れるという、はい、もう今最盛期に入ったと、はい、いうね、あの現地の方の、ね、お話でね、はい、なんかついこの間行ってきたのに、なんかまた帰りたくなっちゃう、はい、はい、そんな感じですね。あのこんなね、多分いいお天気の時にね、うん、フィンランドのこう昔のデザイナーさんはこうよく多分スケッチなんかをして、そうですね、今のこうパターンとか、うん、そういったものを作り上げたのかななんて勝手にこう想像して、うんうん、あのどんな気持ちでデザインされたのかと考えちゃいますね。なんかこうやって目を閉じると、うん、こう青い湖と青い空、そのこの前に広がるこう一面の花畑がなんか ね、想像できますね、はい、まあ、ということでね、今週もそういうなこう昔のねデザイナーの方が翼を広げてこう作ってくださった北欧の布をご紹介したいと思いますので、はい、あの最後までねお付き合いいただければと思います。はい、どうぞよろしくお願いいたします。こちらはフィンランドの布マリメッコになります。はい、あのボラッシャっていう会社とコラボ の、はい、あのベッドカバーですね、完全なね、はい、既製品になります。はい、ですから、まあ、ベッドカバーとかソファーにかけてもいいでしょうか ね、 いいですね。とてもなんか爽やかで、うん、白地にブルーの、細いストライプですね。はい、こんな感じになります。ね、はい、はい、こちらはフィンランドマリメッコの生地でございます。はい、チュリップですね。はい、はい、何度かまあご紹介したことあるこの大きさでは初めて。そうですね。1978年。で、薄い緑系と、青。青いお花ですか、はい、でこの辺がですね、退色してるんですけど全体的に淡い感じなんで、うん、まあ、あのお値段と合えばなんかおすすめのね、そうです、一枚ですね、うん、結構なかなか出てこないパターンでございますね、はい、壁に飾ったりとか、おそらくなんかテーブルクロス、そうですね、生地もね、昔のですからしっかりとしてる、はい、はい、こちらはボッコ、ボッコです、はい、はい、1976年のメッツァ2っていうパターンですね。はい、白地に、斜めの黒のストライプ、はい、シンプルでいいですね。ね、多分50年経っても飽きないパターンかなと思います。昔はしっかりとしたね、ね、生地ですね、うん、いいですね、はい、シンプルで、ほんと飽きがないですね、ですね、はい、こちらはフィンランドマリメッコの生地になります。大きいですね、大きいです。1983年になりますね。83年のヴィンテージですね、はい、結構しっかりした生地です、生地ですね。こんな感じですね。このブルー系とこの紫とあとちょっとグレーが入ってるの、うん、ブルー系ですか、はい、のこうグラデーションでいいですね。いいですね、はい、はい、でこちらだともう一点エルヤ・フィルビーの、マリメッコのパターンをご紹介いたします。こちらは、全体的に紫、はい、
はい、でこの白じゃなくて薄くなんか紫とグレーが入ってるね、うん、感じのところにこの葉っぱがこういうふうになってる。壁に飾っていいですね。いいですね、うん、素敵ですね。ちょっと壁によろしいですか。はい、なんか要はこう壁にやることによってなんかねこう植物が入って温かみがあって、でもモノトーンだからなんかクールな感じですね。はい、でこちらもエリア・フィレビの、作品ですね。はい、観葉植物代わりにね、うん、壁に飾っていただくとなんかこうお部屋がグリーンが入っていいですね。いいですね、こんな感じ、ね、こんな感じですね。はい、でどちらももう廃盤でございます。はい、はい、こちらはフィンランドファニメットの生地になります。あの少し厚手の生地になりますね。マイアイソラさんのねデザイン、それはマイアイソラっていう本があるんですけど、これの表紙と同じですね。はい、もう超有名な大人気な方です。方になります。あ、で生地質がもうあの厚手ですね。はい、あの半分のように厚い生地でございます。はい、はい、こちらはフィンランドのマリメッコの生地になります。1987年シニっていうね、淡い感じのね、あのトールでございます。はい、あ、テーブルクロスこうしても素敵ですね。いいですね。まあ、詳しくホームページをねご覧いただければと思いますが、ちょっと数箇所シミが、そうですね、はい、なんかいいですね。いいですね。じゃーん、はい、はい、こちらはマリメッコの生地で1959年のキュベットです。でキュベット大きさがこうね、まあ、ちっちゃいのから大きいのがございます。これ一番大きいイソットキュベットっていうもので、そうですね、トーンを落ち着いた赤とネイビーの、はい、になります。これね、たまたまこう入ったショップでね、マリメッコの話してたら、あ、こんなものあるわよってこう店の奥からこう出してくださったのが、実はこの超ヴィンテージの布だったのでびっくりしちゃいましたね。で1959年ですから、もうかなり古い本当に、はい、でも経年数を感じない、特にシミとかそういうのもなくて、はい、コンディションもいいですね、うん、いいですね、なかなか出てこないです。もうコレクションに大変おすすめ、おすすめです。はい、はい、生地質がすごいしっかりしてますね。昔のしっかりした生地でございます。はい、あ、いいな。はい、はい、あら、まあ、かわいい。これ以前にもね、ご紹介していただいてすぐ売れちゃいましたけれども、はい、小さなチューリップと、多分これ水色のモグラさんだと思うんですけどね、はい、なんかそのほのぼのとした絵柄ですね。はい、ここの背先にね、いいですね。それでこんな大きさです。はい、こちらは、スウェーデンのね、はい、布です。フィンランドで買ったスウェーデンの布、フィンランドで買ったスウェーデンの布ですね。です、はい、青いお花がね一面に描かれてて、うん、こうスウェーデンの草原をイメージするようなね、そうですね、加工してね、テーブルランナーとしてもね、はい、いいですね、いいですね、はい、もちろんここの製作にもおすすめです。いいです。はい、はい、これは、マリメッコの生地で1984年、オンフィールスっていう、はい、あのパターンなんですけれども、なかなか検索してもね、あの出てこないものなんですね。はい、で同じようなものが3枚ございます。で、まあ、こんな感じでね、あの棚なんかにこう目隠しでやっていただくと、お部屋がすごい柔らかい感じになってね、そうですね、で、ぽっぽくって、はい、ぽっぽくって、はい、いい感じですね。壁にもね、こんな感じ飾っとくと、いつもソラさんを思い出していただける、そんな生地ですね。うちのロゴマークですからね、はい、自転車ね、はい、じゃちょっと歯切れの方をご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、この解剖、
ちゃい貝の、はい、ハゲですね、はい、2枚セットになります。紫に、ネイビーとマスタード、はい、あの厚い生地なんですね。そうですね、バッグなんか作る時の、 あのプロダクト用の生地で、普通は流通しない、ねね、と思います、はい、あとこちらも小さい貝ですね。はい、はい、焦げ茶にブラックとホワイト、はい、こちらも厚い生地、生地で、はい、こちらはマリメッコのロッキーになります。ロッキーです、はい、これもヴィンテージですね。厚い生地になりますので、はい、どうもございます、はい、こういう感じですね。テーブルルーマーなんかにね、ちょっと置いとくだけ、こうワンポイントで ね、 ね、 いいですね。テーブルのコーディネートにおすすめですね、はいはい、生地の方はね、はい、以上、以上になります、はいはい。じゃあ今度引き続き、はい、マリメッコのいろいろ、いろいろをご紹介したいと思います、はい、それでは引き続いてね、はい、北欧の雑貨いろいろをご紹介したいと思います。はい、まずドイジーですね、はいはい。結構あの 3D に折ったら絶対縦横で結構ゴツゴツしたこう折りのしっかりしたやつね、はい、いいですね。ナチュラルでね、ナチュラルでいいですね。これから、うん、お花飾ったりとか ね、 ね、はい、でこちらは機械編みの中で周りがレースみたいなですね、うん、こういう大きさのドイジーでございます。ちょっとね、グラスを置くような感じ、うんうん、そうですね、はい、ミント色、はい、これは、小さなポットマットにしてもいいですし、あとコースターもいいでしょうかね、ね、結構ね、かわいい折りなんですよ。かわいいですね、編み方もね、うん、ちょっと花瓶置いてもね、うん、素敵ですね。これもミント薄い感じね、はい、いいですね、色も ね、 ね、こんなものを見つけてきましたね、はい、ね、こんな感じでしょうか、はい、でこれはウール選んだ、はい、コスタですね。そうですね、うん、まあ、素材的には冬なんですけれども、あの色的に ね、 ね、なんかこうこれターコイズ、ターコイズでね、北欧っぽい感じ、はい、はい、これは 1,2,4枚、はい、ね、4枚になります、はい、あとこれからの手作りのコースターになります。はい、はい、で、ヴィンテージの生地を使ってます、はい、全部あの表は同じなんですけれども、うん、じゃん、裏が全部すっごい可愛いです ね、 全部あのハンドメイドになります。でもいいです、こっちでこうしても素敵だと、いいですね、で、次はこちらですね。こちらのマリメッコのいちご柄のコースターになります。はい。なので6枚セットですね。はい。いいですね。いいですね。いちごちゃんかわいいですよ。はい。マリメッコとも入ってます。はい。これは雑用係さん、どうぞ。これ誰が買ってきたの？私。はい。フィンランド買ってきました。買ってください。貯金箱です。OP バンクって言ってフィンランドにあるね、あの銀行のノベルティグッズです。後ろからコインを入れられるようになってて、はい、でここでまあ出すことができる。カバさん。はい。カバさんの貯金箱。はい。はい、これでね、お金貯めて夏休み、はい、はい、どこに行こうかと。はい。買ってください。よろしくお願いします。
これはまあ色とあの見ててね、こう色がこうフィンランドっぽかったので、はい、買ってきちゃったね。買ってきちゃいましたね。はい、コーヒー豆ですね。はい、メイドインフィンランドで書いてあるんですよ、ね。書いてありますね。カラーがコーヒー豆とか、はい、いいですね。おカラーがフィンランドです。はい、ちょっとあのまああの色がねありますけども。うん、ちょっと焼けちゃってるのかな。ヴィンテージ感がありますけれども。はい。と同じくこちらはマリメッコのムイヤのイエローですね。多分あのこのカラーがいっぱい出てますけども、この黄色にピンクですかね。はい。ピンクのドットのムイヤ柄っていうのは初めてじゃないかな。見てもね、これ古い時代のもの商品ですね。はい。かなりいいですね。ね、可愛いです。それとお揃いというか。形でトレイがございます。トレイは別々なんですけれども、はい、でトレイも私あの普通はこの木の白樺の、うん、プレスしたトレイは見たことあるんですが、はい、これは、まあ、ブリキちょっと厚手のブリキですよね、はい、ブリキ製の、トレイということで、はい、偶然にもね同じ色のがね、うんうん、集まってきたんですよね。かなり古い時代のね、はい、商品のようでございます。はい、ちょっとね、こうグラスか何かを乗せるとこんな感じになります。ちょっと安定しないんですけれども、あのちょっと若干、ね、ちょご了承ください。はい、はい、こんな感じです。はい、で続いてトレイになります。2つね。はい、はい、マリメッコです。はい、はい、こちらはウニッコですね、赤の、はい、おばさんです。色がいいですよね、このブルーが。ブルーがね、はいはい、まあ、大きさはまあ、両方同じなんですが、はい、ね、これからの時期こうやってグラスを運んでもいいですね、うん、はい、はい、はい、じゃ引き続いてね、はい、あのマリメッコマリメッコではですね、お香、雑貨、いろいろご紹介したいと思います。はい、はい、じゃあまずは、はい、どちらを分かりますか。これマリメッコのあのブラック、キャンバス地のあのショルダーですね。はい、昔からの定番でございます。ただ、まあ、商品詳細の方からご確認いただきたいんですけれども、何度もこう選択して使っているものですから、このバイアステープのところはちょっとヨレヨレになってます。はい、でも昔のキャンバスなんで、商品そのものは強度的に全然問題ないんですが、かなりもう使いこなされている、はい、ものでございますので、普通のね、はい、気軽に日用使いで、はい、お使いいただく、バイクなんか乗る方なんかね、いいですね、これから、うん、あの今の時期、自転車とかで、はい、ちょっとヨレヨレですので、そこら辺はあのご了承ください。はい、ここちゃんとファスナーもちゃんと OK ですね、気軽にこう、あとここに2つ。ポケットがあって、マリメッコのロゴ、メイドインフィンランドが、メイドインフィンランドがいいですね。ここに1年2組、何々って雑用係って入れられるわけですね。こんな感じになってます。はい、機能的にはね、すごいやっぱマリメッコのバッグですから、うん、いいですけどね、ちょっとまあかなり使われる、でもヴィンテージ感もあっていいですよ。いいですね。はい、という感じになります。はい、はい、こちらキャンバスコート、マリメッコ赤ですね。もうこれも定番中の定番でございます。あのいろいろとトートバッグございますけど、この縦横比がね、とこのハンドルの長さがもうマリメッコ独特、ちっちゃなポケット、ね、ちょっとお散歩とかに、ね、マリメッコメイドインフィンランドと、はい、ちょっとね、車でね、お出かけの時なんかもね、うん、ドライブの時ですね、いいですね、はい、こんな感じですね。はい、はい、ベージュのウニッコですね。はい、ぐるっていっちゃう、ぐるっとぐるーっという感じになります。はい、こうかけてもいいですし、肩にこうかけてもいいです。はい、はい、あと同じく赤ですけれども、こちらもマリメッコのショルダーですね。うん、これもキャンバスになります。ね、すごいこれは状態いいですよね。うん、状態ですね。はい、ぐるー、ドライドだからね、はい、いいですね、ね、こういう感じに、はい、いいと思います。
でこれからね、あの夏休みちょっと小旅行とかお出かけの時にいいと思います。あと最後に、はい、これ何ですか、土地を返した、はい、これ最初買ってきた時にちょっと 何か分からなかったんですが、あのガラケーも入らないぐらいのスリムなんですよ。で結局こうオーディオプレイヤーをね、昔のオーディオプレイヤーを入れるものだったんじゃないかな、うん、ピッコロ柄ですね、はい、でここにはちょっとマジックテープがあって、そのコードをこうフックしておくためのマジックテープがございますんで、まあ、紛れもなくオーディオプレイヤーのポシェット、はい、かわいいです。はい、はいはい、であの引き続き T シャツ、はいはい、ご紹介したいと思います。はい、こちらはアーリッカ、そうなんです、アーリッカの T シャツが初めてですね。そうですね、お花模様の紺色のかわいいですね。で、どんなものがあるかというと、こんなものいかがでしょうか、ね、ギンガムチェックと合わせてみます。それでね、下がコンバース、白のコンバースのシューズってなんかやったら素敵ですね。そうですね、こんなの、はい、いかがでしょう、かわいい、かわいいですはい、はい、こちらはマニメッコの T シャツになります。アペルシーニですね、はい、そうね、グリーンにアペルシーニーからでございます。これはやっぱこういうきなり系でしょうかね、白っぽい、どうでしょうか、どうでしょうか、はい、こちらちょっとね、お花マリメッコなんですけれども、うん、大きなお花模様の、うん、ちょっと T シャツよりは若干長めのないです、ね、ロング T シャツ、今年流行りのロング T シャツ、両サイドこういうふうに割れてますね、はいはい、でこういったものも下ちょっとね、秩父のパーツなんかいいんじゃないかなって、はい、いかがでしょうか、結構皆さんからいや違うよってのあるかもしれませんけどこんな感じ、ね、こんな感じで、はい、今年は本当にあのロング T シャツ流行りですので ね、 そうですね、こういったパンツに合わせていただいても可愛いかと思います、はいはい、違いますねはい、はい、こちらはマニメッコのワンピースになります。そうですね、はい、涼しげな軽い素材ですね、はい、で、ま、あの私の身長だからちょっと短く感じるんですけれども、うん、あの使い方は下にスパッツとか、そうですね、あのリネのパンツとかちょっと合わせていただいてもいいかなと思います。チュニックのようにね、はい、合わせていただいてもいいです、はい、涼しげでいいです ね、 そうですね、今の時期にね、うん、ちょっといいかなと思います。やっぱり白いサンダルとかでも合わせていただいてもいいです。もちろんスニーカーなんかでね合わせていただいても可愛いかなと思います。はい、ということで、あの高校雑貨いろいろも以上でしょうかね、はい、以上になります。はい、もうね、あのそろそろ夏休みっていう方、うん、早い方はもう夏休みね、そうですね、の会社によっては入ってる方もいらっしゃると思うんですけども、はい、うちにもいるんですよ、約1人1人も、ね、もう夏休みに入ってたんです。どこへ行ったんでしょうか ね、 ね、お姉様、お姉様は、お姉様ね、はい、まあ、多分真っ黒に日焼けして帰ってくるんじゃないかなと思います。いいですね、もうバカンスもね。ね。はい。まあ、あの私たちはもうちょっと夏休みまで頑張りたいと思います。はい、で、こちらの商品のクイックの販売日はいつですか、はい、8月4日の木曜日、はい、従来通り9時からでございます。はい。はい、あの、ちょっとね、夏休み前に何かこう揃えたいなとかね、うん、あの思う方はぜひ。はい、見てみてくれたら覗きに遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。はい、何かありますか、こちらです。特にございませんけれども、まあ、暑くなってまいりましたので皆さんもね、うん、どうぞ健康には十分留意されて、はい、楽しい夏休みをね、お互いに過ごしましょう。はい、じゃあそういうことで、はい、はいはい、で皆様のご来店お待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。